残りは2周、赤番のホームです。四日市バンク初出走、後ろ攻めから3番の菊川るいがまず抑えました。6番の徳吉正春は中段から中段と立ち回って、4番丹波光介車を引いた位置は5番手、2対2対3の形に変わりましたが、引いた4番丹波光介すぐに巻き返してジャンで抑えていきました。4番の丹波光介ジャンから抑えて主導権です。近畿中部3社が先頭から3番手、3枚菊川るいは3社を出して4番手、6番徳吉正春は後方6番手、最終周回へと向かっていきます。ジャンから抑えました。4番丹波光介先行です。マーク2番の本村隆文、3番手には7番の山田文雄、近畿中部3社が先頭から3番手、3番の引き悪いは4番手、後方6番手、6番徳吉正春バックからマグロとはしますが車はさほど伸びていきません。3コーナーカーブへと向かっていきまして、最後方1番の渡辺美鶴は切り替えました。2センターから4コーナーカーブへと向かっていく。4コーナー手前から3番の引きは縦に踏み込んで4コーナーから直線です。先頭丹波、丹波先頭、番手から2番の本村並んできましたが、丹波振り切ったかどうか。中段からは1番の小岩哲也、そして後方から3番の日浦ながら、どうでしょうか。前2番の藤井亮也が一旦小岩を突っ張りそうでしょうか。小岩を突っ張って1番の小岩とまだ2番の藤井に並ぶ状況で、この様子を見ているのは3番の日浦高道。日浦がジャンで抑えていきました。ジャン前に3番の日浦高道を抑えています。この3者を出して2番の藤井亮也は中段を確保、4番手、1番の小岩哲也は切れずに後方の6番手になりました。4コーナー回ってレースは最終周回へと向かっていきます。ジャン前に抑えて3番の日浦高道が主導権です。マークベテラン6番の大井博俊、3番手には4番の斉藤仁、ラインの3者が先頭から3番手、中段4番手を確保して2コーナーからまくる体勢、2番の藤井亮也、藤井亮也まくっていきますが5番の富岡源一遅れた。バックから3コーナーカーブと向かってきまして、バック6番手からは1番の小岩哲也をまくり上げる。4番手からどうやらまくり切りました。2番の藤井亮也直線コースへ向いてくる。そして6番手から急追だ。1番の小岩哲也、小岩迫って、あとは7番の藤田健二、内目には2番の藤井亮也。中段の位置は人気の中部勢、4番の桜井優太3番手、後ろ攻めから6番土井雄二が上昇です。残りは2周回です。土井雄二がまずは抑えていこうという流れで、赤番過ぎ1コーナーカーブを抑えました。6番土井雄二、土井が出て7番山本隼人は縦に踏みながら3番手を確保、4番の桜井優太後方5番手になっての2対2対3。ジャンの2センターから4コーナーカーブへと向かっていきます。赤番次に抑えた6番土井雄二が先行体制に入っています。人気の中部勢は後方5番手以降でレースは最終周回で向かうところ、ペースが一気に上がりまして6番土井雄二主導権です。そして1コーナー5番手からまくれるかどうか、4番桜井優太、先に2コーナー3番手からは7番の山本隼人、鋭い回転まくってきました。バックあっさり捉え切っています。7番山本隼人、追走3番の辰巳豊、それを追いかける形で4番の桜井優太にマーク1番西村豊、4コーナー回って直線です。先頭山本隼人、番手からは3番の辰巳豊直線コース、中割って1番西村強襲ゴールインです。西村豊真ん中強襲。4コーナー回って残りは2周、赤番のホームで、後ろ攻めから2番竹本健龍上がっていきまして、残りは2周回です。竹本が赤番のホームでまずは切りまして、2分線前後の位置取り変わっています。6番竹地直之は切れ目で4番手、5番手まで車を引いたのは3番中野勇気、2コーナーからバックへと向かっていきますが、引いた中野がすぐに踏み込んでいきまして、2番竹本健龍をジャンで抑えています。3番中野勇気、竹本健龍は前回の予選同様飛びつきました。
2馬所連続予選で飛びついた2番竹本健龍、4コーナー回っていきます。4番坂井文人が無風とはいきませんがどうでしょうか。最終周回と向かっていきます。先頭3番中野由紀、後ろはどうか。2番竹本健龍と4番の坂井文人、両者が競り合っていまして、2コーナーからバックへと向かっていく。まだ競り決着つきませんが、ここはアウトコースを4番坂井文人が守りきりました。1番の近藤直元が3番手、ラインの3者が先頭から3番手、7番川島勝が切り替えての4番手、その川島縦に踏み込んで4コーナーから直線です。先頭3番中野由紀、3番中野、4番坂井文人のワンツー、3着には7番の川島勝が差し込んできています。後方からは4番の横関由紀上昇です。残りは2周、赤番ケージを通過しまして、赤番のホーム、4番の横関由紀はまずは切りました。3番の今野大輔は真由紀から車を下げて、今度は5番の堀良介、堀がジャン前2コーナーカーブを抑えています。今度は後ろに下げた3番の今野大輔、先行体制に入ってくるか。一旦ジャン前に切った5番の堀良介、2車を出しそうな感じです。ジャンの2センターカーブ、3番の今野大輔、2センターで抑え切って主導権です。2車を出して射程圏の3番手確保、5番の堀良介。最終周回、一方4番の横関由紀は後方の5番手の2対2対3、2コーナーからバックへと向かっていきました。ジャン次に抑えました。3番の今野大輔先行です。3番手からまくれるか。5番の堀良介まだまくっていきません。5番手からは4番の横関由紀、2センターから4コーナーカーブへと向かっていきます。先頭は3番の今野大輔、直線コースへ向いてくる。5番の堀良介3番手、その後ろから1番の白上翔、直線コースへ向いてきますが、今度は7番の近藤の目、外目から1番の白上か、白上突っ込んだか。4コーナー回ってきまして、残りは2周、赤番のホームです。2番手3番手若干車間が開いていまして、4番の佐伯知恵がその後ろの4番手です。決まり手以上の鋭い縦足を持っています4番の佐伯知恵、その後ろから6番の石井貴子。どんな展開になっても勝ち切るか。6番の石井貴子は5番手、まだ動きはありません。5番の藤谷春菜が落車から復帰戦、その後ろ7番の田中真由美が依然として最後方、誘導を外れてジャンの2センターから4コーナーカーブへと向かっていきます。まだ静かな流れでジャンの4コーナー回って、まもなくレースは最終周回へと向かっていきます。ようやく4コーナー回ったところで6番の石井貴子動いて最終周回です。後ろの5番の藤谷春菜はちょっと遅れまして、はまるか。2番の伊藤望、1コーナーできりまして一気に主導権です。6番の石井貴子後続を離していきまして、第2選考なの形になっています。2番の伊藤望、この真後ろは1番田中千尋が3番手、あとは3番の富澤美が4番手、そして4番の佐伯知恵、2センターから4コーナーカーブと向かっています。一人旅、6番の石井貴子、焦点はこの後ろ直線コース。6番の石井、2着争いは1番田中千尋差し込んでのゴール。3着2番の伊藤のぞみが踏ん張ったか、あるいは外目3番戸部さゆみ。4番手には2番の吉田夢樹です。今シリーズは欠場明け、2ヶ月ぶりの実戦になっています。2番の吉田夢樹、しんがりから7番の森内愛が上がっていきました。ここ四日市は2度目の出走です。7番の森内、6番手からじわっと上昇で、現在最高峰6番の佐々木恵、2コーナー回ってバックへと向かいます。人気を集めた両選手が先頭2番手、5番の大谷府が現在は先頭の位置。3番の久米歌が2番手、久米に並び込んでいます。7番の森内愛佳、2番手外目です。ジャンの2センターから4コーナーカーブへと向かいます。先頭5番の太田美穂、1車で5番7番の森内が仕掛けていきますが、5番の太田はここは出させないが最終周回です。太田がそのまま突っ張って先行です。終始この後ろを回っています。3番の久米歌が2番手、1番の鈴木愛佳ぴったりマークで3番手、2番の吉田夢樹4番手、
バックから3コーナーカーブへと向かっていきました。先頭5番の太田美穂、後ろからまくるか刺すか、3番の久米唄現在は2番手、1番の鈴木彩香は3番手追走で4コーナーから追い込んでいきます。3番の久米唄直線コースへ向いてくる、2番手から3番の久米唄、2着争いどうでしょうか。2着接戦、5番の太田かあるいは1番の鈴木彩香。2番の倉野龍太郎がラインの3番手、残りは2周回を切りました。2分線で後ろ攻めから4番の栗山俊介がまずは定石通り抑えまして、5番の山本直は車を下げました。3対3、前後入れ替わって赤番で抑えた4番の栗山俊介、一方山本直は引いて4番手、1周半を切っています。4番の栗山俊介が先頭の位置、一方の5番の山本直、4番手ジャンの2センター仕掛けていきました。山本直、3番の黒田純、そして1番の桑原亮まで行けるかどうか、最終周回です。先頭をかましました5番の山本直、後ろは3番の黒田純がついて、そして1番の桑原亮も3番手ついていけるか、うちに4番の栗山絡んでいます。その真後ろは6番の高久保祐介で、最後方2番の倉野龍太郎、3コーナーカーブを通過していきます。先頭5番の山本直、マーク絶好か、3番の黒田純、そして1番の桑原亮に6番の高久保の追い込み直線コースへ向いてくる。先頭どうか、番手から3番の黒田純、あるいは内面5番の山本直。マークに3番の鷲田浩二、前回大宮記念初日に続く連携です。残りは2周回、元砂上昇です。4番の吉武慎太郎を抑えて5番の元砂優が赤番で切りました。1番の上田邦弘まで出て前後入れ替わっての3対3、引いた4番の吉武慎太郎は4番手、一旦切ってペースを落としています。5番の元砂優1周半を切りました。4番の吉武慎太郎がかましていくか、ジャンの2センターから4コーナーカーブと向かっていく。4番の吉武慎太郎がかましていきますが、後ろ2番の室井隆二がちょっと遅れ気味、最終周回と向かっていきます。一車になりました。4番の吉武慎太郎、バッチリハマったのは5番の元砂優に3番の鷲田浩二が、いやしかし3番鷲田は2番の室井に絡まれました。室井が3番手を阻んでいます。その後ろに3番の鷲田浩二と1番の上田国広がバックから3コーナーカーブと向かっていく。先頭は4番の吉武慎太郎、ハマったのは5番の元砂優、3番手2番の室井隆二で4コーナー回って直線です。2番手から追い込んでいきました。5番の元砂、あとは2着争い、2番の室井隆二か、内目には4番の吉武慎太郎。その吉川から動くか、あるいは中断か、1番の岡崎圭介から動いています。残りは2周回、誘導員退避して1コーナーカーブ、1番の岡崎圭介が切りまして、その上を3番の吉川達也がさらに抑えます。ジャン前2コーナーカーブ、3番の吉川達也を抑えました。5番の市橋中の前動いて中段の外目、中段内目には1番の岡崎圭介、外並走からは5番の市橋中と仕掛けていきまして、2車でここはかましていきそうだ。ジャンの4コーナー叩き切って5番の市橋修斗が主導権を握りまして最終周回です。マークは2番の郷島正臣、2車を出して3番手、3番の吉川達也、一方1番の岡崎圭介は後方6番手の2対3対22コーナー回ってバックへと向かいました。2コーナー6番手から1番の岡崎圭介、バック3番手からは3番の吉川達也、吉川達也まくってブロックする2番の郷島正臣、内切り込んできた4番の伊藤健二、伊藤健二が今度は郷島の内をしゃくって、さらには7番の山田優也直線コースへ向いてくる。今度は追い込んでくる4番の伊藤健二、4番伊藤健二、内からは7番の山田優也。
残りは2周赤番ケージを通過するところ、7番の寺崎が赤番の方も抑え切りました。マーク3番の井原和彦、そして4番の星島太、この福井勢に乗っかっていこうというところ、6番の三谷翔司が福井勢をさらに抑えていきます。ジャンで6番の三谷翔司が抑えて先行体制です。林直人が番手、そして7番寺崎康平は2社を出して3番手、マーク3番の井原克彦、その宇宙に絡んでいる1番の上野裕太、最終周回ホーム一気にかまし切りました。7番の寺崎康平、口が開きながら追っていく。3番の井原克彦なんとか追いかけますが、先頭2番手ちょっと車間が3車身ほど開いています。3番手には1番の上野裕太、その後ろはどうか、2番の林直人が切り替えて4番手、バックから3コーナーカーブと向かってきました。先頭7番の寺崎康平はもう安全圏か、その後ろ2番手争いですがちょっと口が開いた。3番の井原克彦は苦しいか、その後ろから1番の上野直線コースへ向いてくる。寺崎ちぎって2着争いは1番の上野裕太突っ込んでいるか、外目には2番の林直人が2、3着。残りは2周赤番ケージを通過です。山田が後ろ攻めから動いて、中段からは3番の小川慎太郎、小川慎太郎が中段から中段へと動いていきます。1番の村上が切り替えて5番手、4番の松川隆弘を引いて後方の6番手になっています。赤番で抑えました7番の山田亮が先行体制です。3番手を確保しています。3番の小川慎太郎、後ろになった4番の松川隆弘仕掛けて4コーナー回って最終周回で向かっていきます。ホーム手前3番手から動いていきました。3番の小川慎太郎、先頭7番の山田亮ながら一気に畳みかけて1センターかまし切りました。3番の小川慎太郎です。後ろ5番の小倉隆二、そして叩かれた7番の山田亮は3番手、1番の村上後ろ縦に踏み込んできまして、村上現在3番手に追い上げてきています。その後ろはどうか、2番の 山口富夫で2センターから4コーナーカーブまくっていった1番の村上、4コーナーから直線です。先頭どうか、番手からは5番の小倉隆二、5番の小倉が差し込んでのゴール、2着どうか、1番の村上か、あるいは内目3番の小川慎太郎。